ガイ、カールです。2歳頃から始まる子どものイヤイヤ期、皆さんの国のお子さんにもイヤイヤ期はありますか？魔の2歳児、魔の3歳児と言われるぐらい、日本人のママさんは子どものイヤイヤ期にとても悩んでいます。私の子供は4歳になったので、2歳3歳の頃に比べるとそこまでイヤイヤっていうのは少なくはなりました。ただ今日の朝もスクールに行く前にイヤイヤを発動されました。マンションのエレベーターを使うのか階段を使うのか、私がエレベーターで行こっか、イヤイヤイヤ、じゃあ階段で行こっか、イヤイヤイヤ、こうなってしまったらママの選択肢はもうないので、子供にエレベーターか階段どっちがいいかっていう質問をして子供に選択肢を与えています。ここで無理やり引っ張っていってしまうと、このイヤイヤはずっと続いてしまうので、子供の意思を尊重してやっています。では今日は日本特有の文化についてのイヤイヤ期をお話しします。まず1つ目、お出かけ編のイヤイヤ期、ガチャガチャの前で足が止まる。皆さんはガチャガチャを知っていますか？海外ではカプセルトイっていう風に言う方もいらっしゃいます。カプセルトイといって、100円から300円ぐらいでできる、でガチャガチャと回しておもちゃがポンって出てくるものです。日本だとスーパーや、まあ、ゲームセンター、他にも海外の方がよくいる、まあ、空港や大きい駅にあったりします。このガチャガチャは子供が大好きなんです。アンパンマンやポケモン、まあ、他にもいろんな種類の子供が好きなアニメのキャラクターのガチャガチャがあります。このおもちゃを手に入れるだけでなくて、ガチャガチャと回す行為も楽しいんですね。これをよく行くスーパーでガチャガチャをやってしまうと、毎回スーパーでガチャガチャをしないといけなくなってしまいます。だから対策としては、よく行くスーパーではまずガチャガチャはやってはいけません。ガチャガチャがあるルートを行かないように、事前にパパと工夫をして遠回りをして目的の場所に行くようにしています。まあ最近はなんとかガチャガチャのことは忘れつつあるので、このイヤイヤ期は減りました。では2つ目のお出かけ編のイヤイヤ、うどんラーメンなどのキュルキュルの麺しか食べない。日本にはうどんラーメンという麺の文化があります。特にうどんが好きな子供は本当に多いです。レストランに行くと、お子様ランチでカレーやオムライスと一緒にうどんというメニューもあるぐらい人気なんです。そのメニューと一緒にハンバーグやエビフライもあるのに、麺だけ食べてごちそうさまをしてしまいます。どうして子供はこんなにも麺が好きなんだろう。他のご飯も食べようねと言っても、いやいやとなってしまうので、ごちそうさまをしてしまいます。3つのお出かけ編のいやいやは、たこ焼きのタコが熱くて食べれなくて怒るです。日本の中でも大阪という地域があり、そこで生まれた人や住んでる方はたこ焼きが好きな方が多いです。たこ焼きパーティーといって、週末に友達や家族で集まって自分たちでたこ焼きを作るパーティーっていうのをやっています。私も大好きです。外は小麦粉で熱々に仕上げてカリッカリにします。中はもうトロトロの柔らかい状態にしています。それが美味しいんです。ただこの中がトロトロの状態がすごい熱いんですね。子供はタコが好きなので食べたがるんですけど、中の熱さに驚いて泣いてイヤイヤを発動するんです。事前にフッフッと冷ましたり、
ハサミで小さくして時間を経つのを見計らうんですが、子供は目の前にあるともう食べたがります。早く食べたいのに食べれない、イライラっていう感じです。なのでたこ焼きを食べる前は先に気を紛らわすためにフルーツを用意しておきます。これら3つは日本の文化なので皆さんの国では見られないイヤイヤかなと思います。皆さんの国の子供のイヤイヤ期はどんなものがありますか？また対処法もコメント欄で教えてください。では See you。